お疲れちゃうスラッです。今日ですね、こちらのロケホー入りロイホグデッキやっていこうと思いますだけで、新たな豚デッキが登場しましたね、こちら。さあ、これはですね、まあ施設が入ってなくて、まあ環境フェニモンも入ってるよと。で、ゴブリンいてって感じなんですけども、まあ大砲とかボムとかが入ってないので、それこそエレジャイとか、まあロイジャイとかどうやって守んねんっていうところはありますが、まあアイスピで止めつつの、ウッドだったり、モンクのノックバックもあるので、まあ難易度はちょっと高いかもしれないんですけども、海外のね、ルーベンですね、ルーベン。はい、クララリーグ3年目のチーム戦の世界王者のエースですね、はい。まあそのね、最強が使ってましたんで、あれ?最強が使ってましたんで、やっていこうと思います。さあ、デッキが、ごめんなさい。1戦目だけ許してください。罰つけたくないんでね。はい、変でもねえか。もうただのシンプル環境迫撃ディガーをセットしてた輩がいました。ので、一戦だけ、迫撃で、はい。もう勝てそうです。大ダメージがいきなり入ってる。いや、ちょっとロイホグを紹介しようと思うんですけども、なんかロケ法はね、なんでいいのって感じだと思うんですけど、最近マジゴレとかエリゴレとかがめっちゃいるんですよね。マジ少々どころじゃないんですよ。めっちゃいるんですよ。よいしょ。そう、なので、まあ、そこに対してのね、対策カードっていうのが、まあ、ロケ法が選ばれたって感じかな。まあ、最近なんかもうエリポンも入ってるんで、なんか頑張って対策しても対策しきれずにご利用されちゃうみたいなのが多分よくあったんで、まあ、そういった中で生まれたのが、施設なし高回転ロケホークへ行くロイホグっていう、まあ、ロイホグが今の関係いなかったんでちょっと久々かなというわけで早く紹介したいんですけど、まあ、今回の相手は、小物いっぱい迫撃ディガーですね。正直もう紹介したっすね。よいしょ。さあ、でやっぱ卵をね壊すのがここ最近のクラロワのなんか大事なところっていうんですか。マジ卵で復活されたら負けね、処理できたら勝ちみたいな、まあ言い過ぎではあるが、本当になんかね、それぐらい卵を処理するのがねちょっと大事なゲームにはなってるので、ユニットを守りながら卵をいかに綺麗に守れるか、ちょっと皆さんも意識してみてくださいね。さあ、まあこの辺は適当にしばいて、迫撃の受けがなくなりそうなので、とりあえずゴブリンさん、ああもうちょっと足りない?いや足りないように見えて、さあ文句のフィジカルいってらっしゃい。なんか気づけばめっちゃ飛んでんだけどマジで。でさあ文句で固まりながらの、まあこの辺にポイズンでも打っときゃなんか出てくるやろって、まあ、出ては来た。さあ、で卵だけは徹底。おなんか相手なんその面白い迫撃は。さあ、可愛い迫撃が来る。さあ、こんなんもゴリゴリに攻めてね、リガーの受けも出すが、迫撃の受けも出さなきゃいけない。あ、入ったっすね。終わったっすね。相手リセットがないので、もう延命してしまえば終わりですよと。所詮ごめんなさい。全然動画と関係ないんですけども。まあ、捨てて一罰つくのは、ちょっとなんか、美しくないので。さあ、こちら切り替えて、ロイホグやっていきます。なんで、まあ、理想としては、施設がない中での、大型の防衛を見せたいので、ゴレあたり引きたいですね。ゴレ、ロイジャイ。まあ、でもなんか、最近の、デッキってやっぱザッピーとか墓石とかなんかクエイクウッドに弱い方がやっぱ多いんですよ。まあ、クエイクウッドがいないんだよね今。そう、モンクにご利用される、フェニックスにご利用される、結局守りきれないよっていうので、それこそホグクエイクとかが結構苦しい環境だからこそ迫撃とかね、エレジャイとかが今生き生きしてるって感じですね。エリポンっすね、それこそ。はい、なのでそこをもうぐっちゃぐちゃにしていきたい。さあ来ました、シーザー、よろしく。エリポンとかけたらもう即クエイクってあげましょうね。で、まあショテロイホグはまあリスクしかないのであんまりおすすめはしないですね。
なんかまあゴブリンセパとかしてこれの残ったのにロイフグぐらいはいいと思うんですけど、まあ行かなくてもいいか。ちょっとあのアイスペックスを置いてちょっと意地悪しようと思ったら、お前後ろについたらダメや。さあで、まあロケオ強いんですけど、文句に対してはね、マジでこのここがいいですよ。さあ反射してもらってキング起動ですね。あ、てか俺の文句さ、固まるの忘れとったわ。もったいないですね。さあ、文句はしっかり固まっとかないと、ただただいかれたね。もったいないですけど、まあまあ、まあ、さあ、というわけで今回の相手はディガポイなんですけども、早い段階でキング起動できたのはめちゃくちゃでかいですね。相手のディガの位置を絞れますね。はい。で、リガポイだとあれがあるっすね、あのボムタワーなので、まあ、ロイフグ行ってクエイク打っても全然ダメージそんな入らないと思うので、よいしょ。おこのねロケホがフェニックスに攻撃してくれるとめちゃくちゃありがたい。ああさあこれは、あ、キン起動しちゃう、キン起動しちゃうから早く壊してほしい。ああでかいでかい。でボムが今壊れたんで、あーめちゃくちゃいい ISP っすね。でもこれは行きたい。おお左が入るやつ。さあさあさあ、まあ、そこそこにダメージ入った。多分ねディガポイはきつい方の部類だと思うんですけど、あうめちゃんこ綺麗に反射されんなさっきから。おーうまいポイズン。さまでも耐えて、まあ文句がいる中で豚飛ばせばロイフグボムタワーも反射できるみたいな。ちょっといっぱいいるんで行っちゃおうぜと。まあ、今んとこ明らかにロケを活躍できてないんだけど、あの強いのよマジで、マジで強いの、本当に嘘じゃないんだよ。たまたまね、たまたま今噛み合ってないだけで。自分から溺れるな。うん、痛い。さあフェニモン組んで、もうクエイクで削っちゃおうぜもう諦めた自分の攻めを通すことを。さてでもこれですら強いかもしれない。ボムあるんでねマジで。おあでもこれはちょっと強いぞ。よいしょ。さあちまちま稼いでいく。やっぱクエイクデッキとかの強みっていうのはちまちまね削れるんでね、こんな感じで。でこれ延命したいですね卵。行ってみるか。いったなんかマジで一緒飛んでる。やりこぶ強い。もうクエイクで削ります。その方が早いということに気づきました。でこれは反射されるんで、遅れて、おいおいナイス。さあまあボムタワーはねロイフグの天敵なんですけども、あの豚も出さない方がいいかもっすね、あまり。まあフェニックスモンクで攻めたりクイークで削ったりチャンスがあれば飛ばすぐらいでも良さそうな気はしたっすね。なんかモンクが残ってると
文句の後ろの豚がすごい強い気がしたんですけど、ボムタワー反射できるんで、結局ロイフグがね前の方に先行しちゃったら意味ないなと思いながら、噛み合えばめっちゃ強そうっていう。さあ今回の人は墓石ボーリー、一旦文句てか、まあボールは裂いたんでね、いっちゃいたいみたいな。でボーラーなんで文句はいないだろって。そこらあのボーラーの石ころ反射してもらって相手のタワーに、あれーちょっと待って、猫か延命したい。ロケ砲はでこれめっちゃ良くない、フェニックスロイホグ強そう、この攻め。さあでクエイクも打ってあげて、いやこのロケット押しは延命するかどうかなんですけど、延命したところでキング起動されるリスクを作るだけなんで、ほいほい、いや強っ、ワンパンです、そんなことある。最短デッキは、まあ、バルーンなのかスケラなのかっていう。でトルネが来てもいいように裏にね、はい、えこのボールは俺のタワーに来んなよ。さあなんかこんなにあっさりタワーが折れちまうと、それはそれでなんかちょっと困る。さあもうなんかゴブリンも足しとけいいやん、ゴブリンやっぱ火力高いんでね。さああのマザネケもウッドでしばけそう。てかマジ文句を持っていない相手に対してのこのロケ砲の働き具合がえぐいっすね。あやべえ、めっちゃいい取りに来た、ここでやばい、やめて、危ない、めっちゃギリギリ。あさあこれっすね、これをどうやって守るのかなんですけど、守りますちゃんと。よいしょ、フェニックスアイスピーで止めてる間のゴブリンが実はめっちゃ強かったりするんですけど、あそんなこともなかったな。さあまさかのエリジャイでしたね。でマザネクはこんな感じのクエイク野郎で仕分ける。さあしっかり固まってもらって、いやマジこのロケ砲結構強いんだよ。うーんでもエリージャイとかからしたらね、メタオブメタなのでゴレとかエリージャイ、いや最近多いのよ、多い、俺も使ってるエリポンゴレ、エリポンエリゴレ、まあエリポンチンパン、多分スケラ、あと迫撃、てかもうマジでほぼ環境すべてに相性を取れるんじゃないっていう、まあ、何に負けるんだろうって考えた時に、まだボーラーバルーンぐらいかちょいちょいいる、またディガポイにワンチャン負けるとかね、まあ、全然勝てそうな部類ではある。そうマジで最近のとりあえず杖ザッピースケラ、まあ俺も動画出したんですけど昨日マジで俺が直近5本上げた5本ぐらいのデッキ全てに多分相性取れる気がする。さあロケは強い、まあ、今回の相手は珍しい、いやマジでロイホグ珍しい、これさ反射しとけば何もカウンター食らわないみたいな。てかタゲを文句が取ってるからさ、めっちゃダメージ入ってるわマジ豚がスルーっと。さあまさかの相手もロイホグっていう、いやマジで久々に見てる、こんにちは。しかもなんかザッピーとかが入ってる、ワンチャンメガナイトでもいるんじゃないかっていう。でもスケキンもいたもんね、まあ、よくわかんねえロイフグっす、ね、さあウッド裂いた瞬間は嫌っすね。結構このデッキの大事な部分はゴブリンかもしれないですね、火力枠。これスケキンか、さあさあさあロケット砲士がつらそうつらそう。やっぱここ最近のデッキマジロケ砲とか刺さるデッキばっかだもんね。いや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 
ロギョン、ロギョンが残れそう。お願い、もうワンノックバック。あつあつあつ、フェニックス、おい、スーパーヒーロー、あー、あるんかい。あ、え、明らかに早くね。さあ、オットオフメンタルボーイくん来た。ともいき諦めてねえやつだな。そこまでもわかる。諦めたと見せかけて、やっぱりやろうかな。芝ポインにしたらなんか位置がすごかったかな。さあ、でも延命しても良さそうでしたけど、もう一回ロキョが回るので、アイスピッツえな。さあ、この相手のスキルとかと合わせて同タイミングで攻めて、ウッドまでセットで。さあ、ぶっ刺さっていく。いや、いいね、このそこそこに回転が速いので、2周目を刺したりだとか、相手がついてこれなくなってる感が。さあ、さすがの相手も泣くしかないよと。いいね、ゴブリンとクエイクあるんで、まあ、スケラの受けとかもディガーの受けも優秀か。さあ、ちょっと一戦なんか迫撃が混じったので、気づけばもう12勝です。あ、カシムやん、子さんのガチ子さんだぞ、うん、昔のトッププレイヤーですね。昔のとか言って本当に。ホグ何使いだったんだろう。ホグ使いか。ああ、ホグ使いです。ガチ子さんすぎ、多分知ってる人少ないかも。ワン、ヤン、痛い。さあ、ホグクエイクか。まあ、これもちょっと珍しいんですけど、本当に。一旦いっか。文句はなんか、圧着衣とかに取っておきたいみたいな。あー、ボムなのはマジで泣きたいけど、まあまあ、そこそこに入ってくれよ、ブーちゃん。まあ、ホグは、文句、アイスピ、ゴブリンウッドあたりで、おー、ロケ4。あなたも、ロケ4。さあ、まあ耐えましたね。近畿できたんで悪くはないでしょう。あとアイスピがホグとかには優秀なんでね。さあ、巨ホグのロケ法でボムっすね。まあ、俺近畿度されたら結構終わりになっちゃうんで、近畿度だけはマジでさせないようにと。まあ、ロケ法のダメージ見えたな。フェニックスに強いっすよね、ロケ法。まあ、キング起動されないだけ。キング起動されそう。いやー、はみ出しの豚でかい。トロールのロケオの方が勝つやつ。ちょっとうざそう、この攻め。さあ、近畿される。いやー、でもちょっと入るぞ。あ、トルネなのか。トルネ腐ってるっすね、マジ。トルネ腐ってるのはでかい。一旦守り、ウッドいらねえのかな。こう文句ができるだけ真ん中に行って、ボムの竹まで取りたい。贅沢すぎる。打ってくるかな。いやー、さすがにそれはうまい。
あれウッド？あれマジウッドなかったんだけど今文句が跳ね返した。説あんな。あ、うまい。あ、でもクエイク跳ね返せないな、そりゃ。守れば勝ちだな。もし さあクエイクの強み、ガイモマジミックスも強い。さあ止める。でこれ反射で相手のミックス、あーやばい、それはマジで。いやーでも耐えていく。いやマジでボム系にもフェニックス文句あるから戦えるのがえぐい。これ今までのロフがもう勝てません。これがね新感覚のアルドのロフ。さすが世界王者のね、元々世界王者のルーベンが使うだけあるぞ。さあというわけでこちらのフェニモンロフグ、まあ、ロケ法入ってるデッキはね基本何でも使いやすくいいと思ってます。はい、まあ、フェニモン持ってれば、ユニレベあれば皆さんもぜひやってみてください。グラブチャンネル、高評価お願いします。では、お疲れちゃんです。またね。